細口さんお願いします。僕の一番尊敬している先輩です。どうも、はじめまして。慶應義塾大学総合政策学部2年の細口です。ちょっと僕も自己紹介から最初させていただければなと思うんですが、僕今言った通り慶應義塾大学の、総合生、いわば SFC って言われるところですね、さっきの瀬田と同じ大学に通っていて、もちろん2年生なんで彼より1個上なんですけど、すごく面白い大学で、行ったことある方とかいるのか、行ったことある人とかいます？ SFC あるんです。すごい、ありがとうございます。 SFC って大学でどんな印象を持たれているかわからないんですけど、やりたいことがあったら、本当にそのやりたいことの道に対して専門家がやっぱりいろんな人がいて、その反面専門性がないとか、いろいろ言われることはあるんですけど、すごく自由な大学で、やりたいことを応援してくれるような大学です。で、そこで、何やるかっていうのはすごく大切なんですけど、僕も何か、もちろんみんなと同じように何かしら夢があって、そこの大学に AO2C っていう入試方式で受からせてもらったんですけど、でそこでやりたいことに対して何かチャレンジしたときに、すごくこう本来ならば反発されるというか、例えば、高校の時にそれを同じことやっていてもなかなか応援されないことでも、 SFC っていう大学でやることによってすごく周りから応援されやすいって、すごく、いい環境に今僕は身を置かせてもらっていて、なのでそのいい環境にいるなんか僕から、こんなことやってますって言っても、それお前が SEC にいるからだろうみたいな話になるんですが、そんなことを思いつつも、皆さんのこう何か次何か踏み出す時とか、何か考えている時の一助になるような話ができればいいなと思っています。で、僕今 From プロジェクトっていうプロジェクトをやっていて、でその From プロジェクトについて簡単に説明をしながら、皆さんにこう伝えたいことがあるので、それをその話に続けていければなと思うんですが、 From プロジェクトっていうプロジェクトは、社団法人、法人を取っていて、そのしかお金を回しながらやっているようなプロジェクトなんですが、いわゆる教育系のプロジェクトですね。いろいろこう中高生に対してワークショップを教えて、ワークショップをやって、一緒にこう学んでいくというものなんですけれども、この From プロジェクトの中でやっている教育手法というものが PBL 教育っていうんですね。PBL 教育っていうのは、プロジェクトベースドラーニングって言って、座って紙に何かを書いてそれを記憶するっていう教育ではなくて、何かこうプロジェクトをやりながら、その中で大きな壁にぶつかったりとか、人間関係の中の壁だったりとか、それはプロジェクトの話かもしれないけど、その中で壁にぶつかってそれを乗り越えるという経験を学習につなげるという教育手法なんですね。で、海外の話を持ち込んでしまうのはどうかなとも思うんですが、すごくアメリカとかだと主流になっている教育手法なんです。ただそれで日本でうまく展開できていなくて、でその要因はいろいろあるんですけど、僕は自分が高校の時に受けていた教育にすごく問題意識があって、嫌だったんですよね、高校の時に受けていた教育が。で、嫌だ嫌だ言ってても仕方なかったんで、大学生になった時に、じゃあ自分がこう受けたかった教育っていうものを、作ってみようかなと思って、そのフロムプロジェクトというものを立ち上げて、実際その PBL 教育っていうのは教材もないので、教材を大人の方々と協力して作って、でそれを学校の先生に渡しても授業やってくれないので、じゃあ僕らが授業に行かなきゃ、授業しに行かなきゃいけないなということで、去年とか毎週土日土曜日福島行って、日曜日仙台行って、で月曜日大学の授業受けるみたいなことをやっていたんですね。で自分たちでその教材を持って行って授業をやって、で中高生の反応を聞きながら、よりこう良い教材を作っていくという活動をやっていたんですね。でこれがフロムプロジェクトっていうプロジェクトなんですけど、それをやる上ですごく大きなきっかけになった活動があって、知ってる方いるかな、わからないんですけど、模擬国連っていう活動してますか？模擬国連って活動してる方どのぐらいいます？半分ぐらい。僕模擬国連っていう活動をやっていて、高校の時に。模擬国連っていうのは、簡単に説明すると、国連はみんな知ってると思うんですよ。国連で、190数カ国の大使が参加して、何かこう国際的な物事について話し合う場所なんですけれども、その国の代表を高校生がやって国際問題について話し合うっていう活動なんですね。例えば僕が北朝鮮大使役を務めて核軍縮の問題について話し合うといった時に、例えばディベートだったら自分の思うことを言えばいいと思うんですよ。核ダメですよね、核人いっぱい死ぬじゃないですか、そんな倫理的におかしいですよねって言わなきゃいけないんですけど、
模擬国連で北朝鮮大使役をやった時にどういう発言をしなきゃいけないかっていうと、いやいや核は開発すべきでしょって言わなきゃいけないんですよ。だから自分の意見を言っちゃいけなくて、担当した国の国益、その国の利益っていうものを第一に考えて発言しなきゃいけない競技なんですね。で、まあ、ちょっと説明した時に、まあ、難しいなと思われる方がほとんどだと思うんですけど、まあ、実際難しいんですよ、この活動って。まあ、その国の状況を調べなきゃいけないし、まあ、核軍縮って話し合いできない言われても全然わかんないじゃないですか。まあ、もちろん僕もそうで、でもその活動を始めたきっかけって、別になんか国際問題について話し合いたいなとか、なんか英語、まあ、英語っていうか、まあ、こう英語をよく使うようなアクティビティがやりたいとか、そういう理由じゃなくて、学校の先生にそうバカにされたんですよ。っていうのは、僕中高一貫校に通っていて、まあ、何もしなくても高校に上がれる学校だったんですね。で、僕中学の時ずっとバスケやってて、でまあ、成績も全然もう下から数えて数番みたいなレベルで、もちろんなんか、なんだろうな、授業中になんか先生のなんか間違いをこう指摘するやついるじゃないですか、教室で。まあ、それ言うなよみたいな、そういうなんかポジションだったんですよ、僕って。なんでまあ先生からもすごく嫌われていて、でも高校に上がる時に周りがだんだん大学受験の話をし始めて、進学校だったんで、やべ考えないとって言った時に、学力じゃ勝てないってことに気づいたんですよ。っていうのは、周りがみんな東大とか一橋とか目指しているような学校で、でも俺頑張ってもなんか全然大学受かんのかなみたいなレベル で、その時にたまたま模擬国連という活動があって、まあ、やってみようかなと思って入部届を出したら破られたんですよ、入部届を。まあ、なんでかっていうと、まあもちろんそれはそうですよ。なんか中学の時にこう授業中にちゃちゃ入れてたやつが、いきなり真面目ぶって模擬国連やらせてくださいって言ってもう入れなくて、まあ、学年トップ5しか入らない部活だったんですよ、その模擬国連っていう部活が。で、僕はもう下から数えた方が早かったし、先生も嫌われてたんで、いやお前なんかが模擬国連なんか入ったらこの学校の恥だと、でも調子あんのよお前って言われて、ってなっちゃってやることもなくなっちゃって、どうしようかな。そこでなんか辞めることができていれば、もしかしたら全然違う学生生活を送れたのかなと思うんですけど、その時ちょっとこうプライド傷つけられたんですよね。まあなんかこう中学時代にこうなんかよくわかんないことやってるやつプライド高いじゃないですか。まあもちろん僕もそうだったんで、いや何このクソ野郎と思って、で職員室でそれやられたんですけど、別にどの先生も助けてくれなくて、いやまあしょうがないな、忘れちならって言った時に、模擬国連って最終的にニューヨーク大会があるんですよ。ニューヨークの世界大会っていうのがあって、まあ、全国大会で受賞するとそこに参加できるんですが、で僕ニューヨーク行きますってその職員室 で僕絶対この学校で模擬国連が入ってニューヨークに行くんで、で任せてくださいって言って、ですごい笑われて執務室中で、勘弁してくれよ、忘れちゃう、本当これ以上恥さらさないでみたいな感じになって、でもまあでも入らせてもらえて、じゃあそこまで言うならやってみる。でもちろんすごい最初、要は学力がいい人たちにも目の敵にされるというか、マスベチが思いかかれば入ったらしいよ、勘弁してほしいよ。でも、まあ、そこでいろいろやめることもできたんですが、まあ、とりあえずやってみようってことで、まあ、自分なりにもうちょっと頑張ってみたんですね、思いかかれ。でもちろんその中でいろんな反発を受けながらも頑張って頑張って頑張って、まあ、会議とかこなしていく中で、次部長やりたい人って話になって、でもすかさずそんなモチベーションなんて手を挙げるじゃないですか、部長やらせてください。そしたらその顧問の先生がすごく優しくて、部長に部長やらせてくれたんですよ。でそこからもう一回努力して、最終的にニューヨーク行くことができたんですね。全国大会に出場することができて、受賞することができて、ニューヨークに行くことができて、でこれなんか単純に考えたらただのこうすごいなんかいい話というか、まあ、もうよく頑張ったなみたいな話なんですけど、その時に自分の心にすごく残るような出来事が起きて、これ入れてもらっていいですか、パスワードっていうのは、ニューヨークに行った瞬間、ニューヨーク、まあ、おめでとう、ニューヨークおめでとうって言って、その会場で言われて、そのまま学校に帰ったんですよ。そしたら今までなんかこうボロクソに僕のこと言ってた人が、いきなりちょっと学年を戻るからみたいな、新聞の取材来てるから、いや本当マスミチおめでとう、君はもうこの学校の誇りだよ、アクション求められて、お前それなんだよみたいな。要は何が言いたいかっていうと、もう結果出すだけで世の中って変わっちゃうんだなみたいなのがすごくあったんですよね。その、まあ、すごいた、まあ、なんか簡単に、まあ、なんて言うんだろうな、ちょっと辛い経験なんですけど、親もそうだったんですよ。
出ます、もう翔は全然勉強できないから無理だなって、女の子、あ、女の子っていうか女の子じゃないですね、あのお姉ちゃん医学部に行ってて、でお姉ちゃんちょっと頑張って育てようって、そういう家庭内の雰囲気になったんですけど、なんかニューヨークに行けたことによって家庭内も翔もしかしたら頭いいんじゃないか、勉強できるんじゃない、変なこう、もう結果を出すだけで家族も変わったし学校も変わったんですよ。でこれって自分にとってはすごい辛かった反面、やっぱ結果を出すことってすごい大切だなと思って、僕は中学校1年生の頃から言ってることって何にも変わんないんですよ。だけど模擬国連でただニューヨーク大会に行ったっていうだけで先生が、山末君今の発言すごいいい発言だ、確かに先生が間違ってた、いやお前中学の時俺のこと殴ったろみたいな、でも世の中ってそういうもんだなって思ったんですよ。やっぱり結果が全てで、結果を出さなかったら世の中なんて変わんないし、自分のこと評価してもらうなんてそんなくだらないこと言えないと思うんですよ。っていうのは、まあ、さっきの、まあ、瀬田流の話もすごい面白くて、自分の物差しで測ろうって話なんですけど、そこにある物差しでまず結果残さないと自分の物差しで見てくれなかったんですよ、僕の場合は。でも学校の勉強ができないのに何お前自分の物差し持ってきてんだバカ野郎みたいな、まずここで結果出せよ、だから僕はそこでまず結果出すことを努力して、やっとそこでニューヨーク大会に行くことによって自分の発言、自分の物差しというものを持つことができたんですね。まあそういう経験があったからこそ他の中高生に何か我慢する経験とか何かバカにされる経験とかそういったものじゃなくて、自分の物差しをちゃんと自分で作れるようにするための教育っていうものをやりたくて、まあ、大学生になって大学生に入ってそういうプロジェクトを立ち上げたんですね。で、まあ、さっき瀬田流と匠が出会ったそのビジネスコンテストの話があったと思うんですが、そのビジネスコンテストを僕高校、匠が出た時、忘れちゃった、匠が出た時僕高校生だったか、高校生の頃に、まあ、運営やらせてもらう機会があって、まあ、ビジネスコンテストを作ったんですね。で、まあ、ビジネスコンテストを作った人なんて別になんか世の中にゴロゴロいてそんな特殊なことじゃないんですけど、すごい自分の中でこのビジネスコンテストを作ったことがめちゃくちゃ原体験、モチベーションを高めることにつながるんですけど、僕このビジネスコンテストで商売ってポジションをやってたんですよ。まあ、商売って何やるかっていうと、まあ、企業に出向いて、いや僕たちこんないいことやってるんですよ、お金くださいっていう活動ですね。でそれをやっていく中で、まあなんかこう企業の人は下手に評価してくれるわけですよ。高校生なのに偉いよ、めちゃくちゃ君偉いじゃんって言って、どん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 協賛がついてくれたんですよ。でも合計12社ぐらい協賛ついてくれて、でもその時ふと気づいたのが、いや僕企業ばっか回っててそのコンテスト見れてなかったなと思って、いやコンテストの参加者と全然コミュニケーション取れてなかったんですよ。コミュニケーション取ってないくせに企業の人には、いやめちゃくちゃ優秀な高校生集まってる、めちゃくちゃいいビジネスプラン出てる、まあなんか半分嘘みたいなこと言ってるみたいなもんですよね。やっていって、それでその場その最終審査会っていう最後のこう、まあ、参加者がプレゼンする機会、企業の人にプレゼンする機会、要は僕が呼んできた企業の人と実際参加してくれた人たちが初めて会う舞台まで行っちゃったんですよ。でそこで最終審査会見て、匠とかがプレゼンしたりとか瀬田がプレゼンしたりとかいろんな人がプレゼンしてたんですけど、そこで僕がお話し行って協賛してくれた企業の人から、まあ、例えばなんだろう、日経とかヤフーとか、ヤフー賞ですおめでとうって言って賞状を渡されてる時に、その参加者泣いたりとかするわけですよ。ありがとうございます、3ヶ月間頑張ってきてよかったですよ。でその時に気づいたのが、いやここでしか生まれない感情を自分は作れていたなと思ったんですよ。っていうのはそのビジネスコンテストを作らなければ、その人は悔しがることもなかったし嬉しがることもなかったし涙流すことなんてなかったんですよ。でも自分がビジネスコンテストっていうステージを作ったことによって、そのステージの上で泣く人が生まれて、悲しその嬉しく笑う人が生まれて、あ、人の感情って作ることができるんだと思いますね。要はこの話がさっきの話につながるんですけど、成果ってさっき結果を出さなきゃいけないって言ったと思うんですけど、その結果を出すフィールドも作れるんですよね。要はビジネスコンテストっていうフィールドは作り、その上で賞状
もらうことだったりとかプレゼンすることはその人にとって結果になるんですよ。僕は模擬国連っていうフィールドの上である種結果を残すことが運よくできて、それで、まあ、人生というか、まあ、学生生活を変えることができたと思うんですけど、でもそこで終わってその誰かが作ってくれたステージの上で踊って評価されてステージを降りて自分の人生を歩んでいくのもいいと思うんですけど、そのネスっていうビジネスコンテストを作れたことによってそのステージを作ってくれる人がいるってことに気づけて、そしてその役割を自分が担うことができるんだなっていうふうに感じることができたんですね。でそれがまあフロントプロジェクトってある種中高生、地方の中高生にとってステージを作りたいという経験につながるんですけど、まあ、ここまで話すとその、まあ、さっき一番最初に SAC っていう環境これを応援してくれてるって言ったと思うんですが、でもそんな人たちでもこのフロムプロジェクトっていう活動をしていることに対していやすごい大学生なのにすごい君やん、まあ、称賛してくれる人もいるし、何あいつやってんの、SEC の外にね、いや何か、まあ、まあいわゆるこう意識高い、あいつ意識高いよ、なんか何が、まあ、自己満でしょ、結局話が落ち着くわけですよ。でもここでこうすごく僕自身もすごく悩んだんですけど、まあ、大切だなと思ったことが、別にそれ意識高いことじゃなくて、みんながこうサークル頑張ったりとかバイト頑張ったりする感覚で僕はやってるだけなんですよ。で僕からしたらそのフロムプロジェクトを動かすってことはすごく大学生っぽいことで、社会に出たらこんなことしようなんて思わないんですよ。なんで今やってるかって言ったら、自分がまだ大学生で教育を受けてる立場だからこそ違和感を感じることができるからこそフロムプロジェクトでそれを表現していて、別にその社会人になってお金稼げるんだったらフロムプロジェクトなんてやる、むしろやっちゃいけないと思ってた。って教育受けてないのに教育者来るってなんかすごく僕の中でギャップがあって、なんで僕は本当に同じ感覚なんですよ。バイト頑張ってるやつもちょっと相当意識高いと思うんですよ。彼氏とデート行きたいからそのお金自分でバイトして稼げてすげえ意識高いと思うんですよ。でサークル頑張る人もすごい意識高いと思って、僕は同じ感覚でフロムプロジェクトやってるんですね。でそれは僕だけ当然の話なんですよ。でも当然っていうのが、まあ、僕今回その一つキーワードかなと思っていて、当然っていうのは、まあ、要はみんな何か何かが当然思ってると思うんですよ。まあ何かそこにゴミがあったら当然拾うよねっていうレベルでもいいと思うし、うん、人にバカって言ったらその人は悲しむとか、それって当然だよねとか、まあ、そんなレベルだけじゃなくて、みんな何かしら自分なりに当然っていうものを持っていて、当然っていうのは自分が19年間とか20年間生きていく中で何か培われたものだと思うんですよ。その当然っていうのがすごく僕はそのみんなのこうアイデンティティだと思ってて、アイデンティティってなんて言うのかな、日本語なんて言うんですか、その個性だと思ってて、それが僕みんなっていうか、まあ自分自身の武器だと思ってるんですよね。なんか就活とかするときに、じゃあ君何できるのとか、君の武器何とかって聞かれるんですけど、そこでなんか、いやプレゼンがうまいですとか、いや僕すごい資料作るのうまいですとか、すごい僕なんだろう、表現力がありますとか、いや、絵描くのすごい上手いです、それスキルの話で、みんな自身がこう感じてその当然という思いが僕はすごく武器だと思ってるんですね。で、その当然というものが自分がいくつあるかがすごく大切なんですよ。で、僕がさっき言った、いやみんな意識高いよねっていう当然もそうだし、みんなそれぞれ何かしらの当然というものがすごく大切で、そうなったときに、まあ、これは僕からのお願いなんですけど、すごくこう自分が誰かに対して怒ったときとか、それはなんかその人にか何か当然だと思ってやったかもしれなくて、要は他人の当然にすごく寛容になってほしいと思ってるんですね。で僕今あのアップルストアというところで働いていて、でアップルストアで、まあ、もちろん研修があったんですけど、その時に言われたことがこのメッセージの、まあ、裏付けになるんですけど、何かそこで、まあ、誰かがミスを犯してしまって、それは日常生活だったら、なんかその教室授業中に誰か騒いでる人がいたりとか、まあ、廊下を走ってる人がいたりとか、何か叱ってる人がいたりとか、その人が
いた時に、いやあいつ何やってんだよとか、まあ、ふざけんねと思う前に、何かその人がポジティブな意図でそれをやったのかなって考えてほしくて、すごくだから廊下走ってる人を見て、いやまあ走るなよって怒鳴るんじゃなくて、その人はなんかそこで困ってることがあって、誰かがそこで血を流してるかもしれなくて急いでそこに向かってたのかもしれないし、早く物を届けたくてそこに行ってたのかもしれないし、何かしらポジティブな意図があってそれをやってたかもしれないと思うんですよね。それはなんかその人にとって当然であって、何かこう誰かにこうバカにするときでも、まあ、バカにするとか暴言を吐くときとか否定的な意見を言うときに、何かその相手がポジティブな意図でそれをやってるんじゃないのかなって、すごくこう一度自分の中で落ち着かせることによって、その人の当然について寛容になれて、みんながそれぞれの個性とかそれぞれの思いとかを伸ばせるのかなと思ってます。で、うちなんかこれは僕がなんか今までいろんなことやってきたからこうなそうだろって言ってるわけじゃなくて、やっぱりこうこれから僕らが社会に出た時に、上の人から10歳上とか20歳の上の人から、え、君たちの世代ってさこんなんだよねって言われた時に、いやそうなんですよね、すみません本当にって言ってペコペコするんじゃなくて、いや僕らの世代も頑張ってますよってすごく言ってほしいんですよ。それはなんか別に意識高い活動してるかどうかとかいう話じゃなくて、みんななんかいけるのに必死で、誰かに怒られないように頑張ってたりとか、自分に自信持てるように頑張ってたりとかしてるわけじゃないですか。それにすごく自信を持って上の人に言ってほしくて、これはそのお前がただ思ってるだけだよって思ってるだけだろっていう話じゃないんですよね。まあ、なんかさっきスライドパーって流しちゃったんですけど、もう日本の人口ってもちろん減ってるじゃないですか。で、まあ、今1億2000万人ぐらいなんですけど、人口が減るとイノベーションが起きる数が比例して減るんですよ。まあ、それ統計的にいろいろ出てて、まあ、それそうですよ、人口が減ったらだって考える人が減るんだから、なんか物が生まれる可能性も減るじゃないですか。でもまだ東京の人口でちょっと増えてるから日本大丈夫なんですよ、今。で、日本、東京の人口が減り始めるのがどのポイントかっていうと2022年です。で、あらゆる予測の中で一番外れない予測っていうのは人口予測なんですよ。 GDP 予測とか、なんだろ、学力の予測とかっていうのはどんどん外れていくんですけど、人口予測って絶対外れないんですよ。なんでかって言ったらそれはそうじゃないですか。だって僕らの世代の人口がいきなり増えることってないじゃないですか。絶対人口は0歳から増えるわけで、って言ったら2022年に東京の人口が減り始めて、で2020年が東京オリンピックじゃないですか。で、東京オリンピックに向けては上の世代も頑張ってくれるじゃないですか。でも東京オリンピック終わってちょっとこうちょっと疲れたねみたいなムードになって、しかも2022年人口も減ってってなったら、で2030年ぐらいにもうなんか、まあなんていうの、まあ、労働人口っていうんですけど、労働人口1人当たりが高齢者1人持たなきゃいけない世代になるんですよ。だから僕が10万円稼いだら、まあ、5万円その人にもう渡さなきゃいけない時代が来るんですね、高齢者に。とかなっちゃったら、とかなっちゃったってなるんですけど、確実に。なるからこそ、なんかもっと一緒にこう頑張ってこうよっていう、最終的に地質のメッセージなんですけど、もっとこう、まあ、匠とか、まあ、いろんな人が何かしらアクションをしてたりとか、まあ、それはバイトでもいいし、なんちゃってんとでもいいし、なんかフロンプロジェクトでもいいし、どんな活動とか、どんなこう生きる上での活動でもいいんですけど、まあ、それをお互いがより評価して、よりその人のことを認めてあげていくことが、まあ、なんか2022年って、要は僕らが社会人に出て1個事業を持てるぐらいの年齢だと思うんですよ。会社に入って3年目ぐらいで、4年目ぐらいで、君じゃあこの仕事頼むよって言われるような時期になった時に、まあ、きっと学生生活の時にそういう思いがあれば、社会に出てからもみんなに協力してやりたいことがやれるこう世の中になっていくのかなと思ってます。なんかちょっと、まあ、スライドちょっと今日何も作ってなくて、実は今も何を話してるかよく分かんない人で僕も話してるんですけど、だいぶ準備もしてこれなかったんで。でもなんか今日瀬田流の話を聞いて、ちょこういうこと話してみようかなと思って、ちょっと今皆さんのお時間を借りて話してみました。で、まあ、僕はフロンプロジェクトっていう活動やってますけど、今それ全国に持っていっていて、まあ、何かその皆さんの地元
まあ、多分東洋大学すごい人多いと思うんで、まあ、名古屋から来てる人もいれば大阪の人もいれば、まあ、奈良の人もいれば北海道の人もいると思うんですけど、まあ、そういう皆さんの地元にプロムプロジェクトのプロジェクトを派遣するときに、まあ、ぜひこうお力を貸してくれれば、その土地でみんなが生まれた土地で、まあ、なんか一緒にアクションができればなと思ってます。ありがとうございます。